第一装甲軍は第二次世界大戦中のドイツ陸軍の装甲部隊である。1940年11月16日に編成され、初代司令官エバルトフォンクライスト元帥の名前を使い、クライスト装甲集団と名付けられていた。部隊はフランスに駐留しており、1941年4月、クライスト軍集団は第二軍に所属して、 ユーゴスラビア攻撃に参加した。クライスト総攻集団は、ベオグラードに入る前に素早い移動で、ユーゴスラビア第5軍、第7軍を撃破、ユーゴスラビアで活躍した。1941年5月、クライスト総攻集団は、第一総攻集団となった。バルバロッサ作戦発動時、南方軍集団に所属し、1941年6月、 バルバロッサ作戦開始時には第3軍団、第4禁軍団、第ザルバイブ自動車化軍団で、総勢5個装甲士団、4個自動車化 SS 軍団で、戦車799両が所属していた。第1装甲軍団は、東部戦線南側を担当し、ブロディの戦いにおいては、ソビエト赤軍戦車1 0両と戦った。1941年10月6日、キエフ陥落後、 1> 第1装甲集団は、第1装甲軍に拡大され、初代司令官はクライストが務め、ロストフな、ドヌ,ヌへ向かった。ロストフでは、武装親衛隊のヨーゼフ・ディートリヒ率いる、SS 自動車貸し団ライプシュタンダーで SS、アドルフ・ヒトラーと共に攻撃をするよう命令され、クライストは武装 SS との共同作戦は不法にで、あったが、共同攻撃を行った。 1> 第1総攻軍は11月、ロストフを占領したが、8日後に、ソビエト赤軍に取り返された。1942年1月、クライスト軍集団が編成され、第1総攻軍と第7軍が所属し、司令官に、クライストが任命され、1942年5月、第2次ハリコフ攻防戦において、ソビエト赤軍撃破の主役を演じた。 クライスト軍集団は1月には解散し、再び南方軍集団に所属したが、後に A 軍集団へ移動となった。A 軍集団は、青作戦中、コーカサスへ進出し、グロズヌイとバクルユデンを占領することになっていた。第一総攻軍は先方を務めることになっており、最初、ロストフなどヌ、マイコープ、クラスのダールと、クバーニカワ周辺地域での攻撃に成功した。 しかし、1942年9月、英軍集団は、高カサスで進撃を止められ、撃破された。ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーはリストを解任し、しばらく英軍集団を管理していたが、1942年11月21日、クライストが司令官に任命されたため、第一総攻軍は、エバーハルト・フォン、マッケン全上級大将が公認司令官となった。 1942年12月には、ソ連軍は、ドイツ第6軍を、スターリングラードで包囲したばかりか、ドイツ軍南翼全体を包囲してしまうため、ロストフを目指して攻勢に出た。このため、英軍集団は、第17軍が保持するクバン共闘法を除いて、ドン。また、スターリングラードに包囲された第6軍の救出作戦のために、第1総攻軍は、 参加の主要な気候戦力を第四総甲軍に引き渡すことになった。1943年1月、第一総甲軍はドン軍集団へ所属変更となった。その月、マンシュタインは戦線北面からソビエト赤軍に反撃を加えるために第四総甲軍と共に第一総甲軍を移動させた。1943年3月、第一総甲軍は 第3次ハリーコフ攻防戦の成功に貢献した。1943年10月、ソビエト赤軍はドニプロペトローシククレメンチュー区間でドニエップル川を横断することに成功。第1総攻軍は第8軍と共にこれに反撃を加えたが撃退することができなかった。その月末、ソビエト赤軍がキエフに迫ったため、マッケンゼンは解任され、ハンス・バレンティーン。 フーベ上級大将が公認となった。1944年3月、ソビエト赤軍2個戦車軍がウクライナを突破、ドイツ第一装甲軍、第八軍は第四装甲軍、SS 部隊と分断される危険が迫っていた。そんな中、マンシュタインはヒトラーに南方軍集団司令官を解任されていた。 第一総合軍は1943年3月から1944年7月まで、カタ軍集団に所属していた。その頃までに、ドイツ軍はウクライナを押し出されており、ソビート赤軍はワルシャワに迫っていた。1944年3月に第一総合軍は、ミアネチポジリ式入れ、ソビート赤軍2個方面軍に包囲され、危機に陥ったが、大きな犠牲を払いつつ、 突破に成功した。1941年10月、第1総行軍が編成された時は4個軍団が所属しており、様々な不評連隊、戦車師団、自動車化不評師団、山岳師団、SS 師団らが含まれ、さらには、ルーマニア軍、若干のイタリア師団、ルーマニア師団、ハンガリー師団、スロバキア師団も所属していたが、1944年春までに、 規模は縮小し、3個、軍団2個不評連隊、4個装甲師団、1個、SS 師団になっていた。1944年7月、英軍集団が、スロバキアで戦う前に第一装甲軍は、ウクライナ、ポーランドから撤退した。第一装甲軍は1941年10月以来、東部戦線で戦いを重ねていた。1945年5月8日、 第一総工軍は解散、最後の指揮官はビルヘルム発生大将であった。ありがとうございます。